ザック、マイデリン、ミックストークス。誰かの夢に触れ、僕に夢が生まれたよ。痛み抱えたまま、愛することを決めた。ミックスボックスのプレイリストを紹介しながら、レーベルメイトの2人がゆるーくトークするラジオプログラム、ミックストークス、ザクとマイデリンがお送りします。はい、オープニングテーマは現在発売中のザックのベストアルバム、ザクポットに収録されておりますジグザグという楽曲です。久しぶりですね、まいちゃん。久しぶりですね。お会いするのが久しぶりでございますけれども、ね、いろいろなことがありましたね。そうですね、うん、ザクさん舞台本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。皆さん来てくださいマイデリンはですね、ザクさんの舞台見に行きましたよ。ようやく呪いを消えましたよ。もうでもバタバタだったんじゃない、スケジュール的に。そうですね、ニューヨーク帰った後にすぐザクさんの舞台。そうだよね、ありがとうございました、わざわざ来てもらって。もう時差ボケとか大丈夫だった？寝ないで見れた？あ、全然。あ、寝ました、寝ました。あ、寝ましたワンデイ、ワンデイ寝ました。あ、よかったよかった。舞台中は眠くなんなかった？うん、あの舞台のやってる間出なかったですよ。すごい反動しました。あ、本当に？あの、うん、泣きましたよ。お、マジで？そうそう、あの、そう、 100% 言葉、うん、わからなかったけど、うんうんうん、でも皆さんの、あの表現、うん、いや、歌でなんかエクスプレッションが私に届けられました。へえ。いや、なんか実は私 の、うん、あの知り合いがね、うんうん、舞台を同じ日に見に来てて、うん、その子の隣がまいちゃんだったんだって。お、俺すごいまいちゃんが泣いてたよって言って。恥ずかしい。そうそう、わー、でも本当にめちゃくちゃ、あの、慣れてる。でも、あのバックでなんかみんな、あの私の後ろに、うん、あの座ってた人もなんか結構泣きました。いや、もう、そう、すごいいいお話だったんですよ。アンドロイドと人間のお話っていう近未来の、そうそうそう、あのお話だったんですけど、すごい感動的なお話で。そうですね。そしてザックさんはキーキャラクターですよ、皆さん。そうなんだ。本当に大切なキャラクターって分かりました。そうなんですよ。事件、あの、とある事件が起こるんですけどね、まあ、それをこう私が全部の影を握ってるっていうキャラクター、はい、その中で記憶喪失になるっていうキャラクターでございました。はい、いや、楽しかったです。いや、はい、もうまたやりたいですね、舞台。そうですね、まいちゃんもぜひいつか出てくださいよ。うわー、私なんかすごい難しそうですけど。でも、もう対人キャラクターとか絶対需要はあるからさ。どうでしたか、あの練習する時とか。いや、やっぱね、拘束時間がやっぱ長くって、うん、あの1ヶ月ぐらいもうほとんど予定を入れられないっていうことになるんだよね、舞台ってね。だからね、すごい、あの、大変だった。いや、私もなんか、あの、全部のプロダクションがすごいなんか難しいと分かりました、うん、あのライティングとか音とか映像、うんうん、映像、ダンスとか、うん、たくさんダンス、お上手ですね。ちなみにですけど、踊れない私で有名な私。いやいやいや、踊ってました、頑張って。いや、もう本当にプロのダンサーの人とかも俳優さんでいたりとかしたからさ、一緒に踊るのすごい怖かったんだけど、周りの方々に助けられながら。なんか歌舞伎でした。本当本当に感動しました。いや、ありがとうございます。歌もね、やったし、ピアノの演奏もしたりとか。ピアノ、そうそうそう、そうそうそう、本当にかっこよかったですよ。楽しかった。まいちゃんはどうでしたか、ニューヨークは。あ、ニューヨークですね、うん、イベントで行ったんだよね。そうですね、めちゃくちゃ寒かった。マジ？寒いですね。今の時期寒いんだ。寒いですね、あの、うん、4度くらいですけど、ここからまたさらに寒くなるからね、ニューヨーク。そうですね、そうですね。でも、あの、ニューヨークの人のアニメのコミュニティ、うん、すごい、あの、大きかった、みんな本当に温かくて、ライブの時も本当にめちゃくちゃ盛り上がってくれて、すごく、あの、いい記憶になりました。あ、そう、よかったね、はい、や、風景も綺麗だもんね。いっぱい Vlog とかも書かれていましたが。あ、そうそうそう、今、うん、あの、 YouTube にアップしていました、うん、あ、ちなみにですけど、うん、ザックさんのファンも私に来てくれました。私はザックさんのファン、うん、あの、ミクストークスを聞いて、まいちゃんのことを知りましたよって言われて、すごい嬉しかった。そうなんだ。え、そのアメリカにいらっしゃる、アメリカの人、今
ばもし聞いてくれているかもしれないですけど、すごい、はい、あ嬉しいですね、ご縁がつながって、はい、そしてまいちゃんは劇場版テンスラの公開もあって忙しかったんだ。そっかそっか、ニューヨークも行ったし、はい、テンスラの公開もあったし、自分の新曲も出るしでね、はい、忙しかったと思いますけれども、楽しかったです。今日も楽しくいっぱいお話ししていきましょう、はい、それでは今回ピックアップするプレイリストを発表します。まいちゃんよろしく。はい、今回のプレイリストは星。このプレイリストは毎週日曜日に聞くことができます。すごい潔いタイトルですね。星星、そしてなんか曲名にですね、うん、星のマークが入った楽曲を集めたプレイリストということです、うん、はい、ではでは早速紹介していきましょう。まずはテレビアニメ、はい、日だまりスケッチハニカムよりのりとなずなが歌うカムカムキャロットという楽曲です、うん、カムカムキャロット、苦手な人参を一緒にちょっとずつ克服しようねという可愛い曲になっているようですね。それでキャロットなんだな。人参が苦手なんですね、うんうん、ちなみにまいちゃん子供の頃食べられなかったものとかあるの？あ、私オクラ。あ、そうだ言ってた。え、今も食べれないんじゃなかった？あ、今も食べれない。今も食べれない。子供の頃好きだったのに今食べれなくなったものとか、逆に子供の頃、うん、嫌いだったけど今は食べれるものとかある、うん、あ、そうですね、トマトとか。あ、トマト食べられるようになった。トマト今食べれました、子供の頃は苦手だった、ね、すごい嫌いですね。ザックさんは何かありますか？私おでんって知ってる？おでんで食べたことある？あのお湯を水に入って、そう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 、おでん嫌かったんですか？おでんね、匂いがすごい苦手だったの、子供の頃。でも大人になったらなんかこうエモーショナルな気持ちになるよ。ああ、冬が来た、おでんが美味しい季節だなるほど。あ、そうですね、あのローサの中とか、そう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 、おでんが出てるんですね。え、食べたことある？おでん食べたことありました。美味しい、私おでん大好き。マジで？え、何が好きなの？おでんなんかスープが甘い。あ、スープが好きなんだ。スープが好き。え、具は？具、あの何か、あ、大根とか人参とかあるじゃん。あ、そうですね、私あのいろいろ、うん、なんか日本語わからないんですけど、うん、でもボールみたいなやつ、あ、肉団子的な、そうそうそう、あ、つみれ的なやつかな、あのいっぱい入ってるおでんが好きです、ね、巾着って食べたことある？巾着、巾着って何ですか？なんかね、袋に入ってるんだけど、あ、揚げ、厚揚げ、厚揚げ、油揚げの中に入ってる、はいはい、見たことあるんですか？お餅が入ってるの中に。あ、中はお餅ですか？お餅なの。なんか何かわからないですけど、そう、袋の中に入ってるなるほど、あれが一番好き。あ、食べてみますぜひ、これから寒くなるからね、はい、はい、ということでこのプレイリスト星の中にはですね、私が作詞作曲を担当したオープニングテーマオープンキャンバスも、入っておりますので、ぜひぜひ聴いてみてください。それでは、曲に行きましょう。日だまりスケッチハニカムより、のりなずなでカムカムキャロット。アニメ三つどもえ増量中のエンディングテーマ、のみこさんが歌うランドセリングです。うん、このランドセリング星なんですね。お、はい、日本の小学生はですね、ランドセルというバックパックを使うのが定番なんですよ。ランドセルってご存知でした？初めて聞いた言葉。私見たことあるかもしれないですね。あ、そうだよね、道、子供たちが道の中に歩いて、うん、そういう同じバッグみんな持ってるんですよね。そうそうそう、はい、もう今はさ、あのいろんなカラーがあって、でも昔私が小学生子供の頃は赤と黒だけだったの、はい、女の子は赤、男
男の子は黒みたいなだったんだけど、もう最近ピンクもあるし黄色もオレンジもいろいろな、それはみんな学校から買うっていうことですか？あのね、各自で買う、お家で買う。デパートで売ってる。そう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 、デパートで。あ、そっか。それぞれほらサイズ感とかさあるじゃないですか、こだわり、みたいなのが多分あるんだと思う。だから、あの日本はあのおばあちゃんとかおじいちゃんとかがランドセルを子供にプレゼントするみたいなのが結構、それかわいいですね。ね、かわいいよね。タイでは小学生が使うカバンみたいなのは決められてるんですか？そうですね、タイは決め、うん、あの何でのな、何でも使えます。そうなんだ。でもあの私の学校は、うん、なんかクリスチャンの学校だったから、うん、結構厳しかった、なので学校のバッグだけあの使えます。だけど、うん、他の学校は何のバッグでも OK ですね。小学校は指定のカバンがあったんだ。どんなカバンだったの？いや、なんかすごい、あの、あ、いや、あのバッグ、そうそう、バッグのバッグ、そしてバッグのバッグバッグのバッグね、あの、うん、後ろで、うん、そうですね、リュックね、バッグでいいよ。そしてあの学校のロゴが入っているのバッグ、うん、お、黒いのやつ、すごいあのつまんないのバッグです。つまんない重かったりした？やっぱり重かったですね。そうだよね。何を入れるの？教科書とか、やっぱ、うん、なんかブックとか。タイ人はあの学校でブックとかノートブックを置いてることができない、うん、だから全部そう全部あの家に持って帰って毎日学校に持ってきます。あ、そうなんだ。毎日復習してほしいみたいな感じ。へー、全然しないですけど。私もずっとそれ言われてたけど、うん、ずっと置いて帰ってたよ。それいいと思います。はい、肩痛くなっちゃうもんね。そうですよね。ランドセルにリコーダーを指している子もいましたけれども、うん、タイの学校ではリコーダーを習いますか？それは学校によるんですよね。リコーダーを習う学校もあるし、うん、私の学校ならあの楽器を選ぶことができます。マイちゃん何やってたの？私メロディアン。何？メロディアンってあのアコーディオン？あのちっちゃいのピアノみたい。そしてなんかパイプがあって、はい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 、そのパイプなんかふーして音が出る。鍵盤ハーモニカだ。あ、確かに。鍵盤ハーモニカだよね、多分。そうです。あ、鍵盤ハーモニって日本語。ハーモニカ。ハーモニカ。鍵盤ハーモニカ。え、あれって。あ、確かには。わかんない。多分鍵盤ハーモニカって言うと思う。うん、多分それだと思う。へえ、そうだったんだ。ザックさんはあのレコーダーを習いましたか？うん、私リコーダーめちゃくちゃ上手だって。おリコーダーにビブラートかけられてたんですね。すごい。あ、おお。そうそうそう。すごい、さすが。いやー。すごいね、得意だったリコーダー。リコーダーのコンテストいつも学年1位だった。リコーダーであの自分の曲とかあの変えたことはありますか？絶対ない。モルダウとか歌って。ドゥ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 ってやつ。すごい、あの聞きたいな。はい、いや、それでは、曲の方に参りましょう。まいちゃん、曲紹介をお願いします。はい、それでは聞いてください。のみこでランドセリング。大体シャキドリは自重してほしいの。
続いてはテレビアニメ中二病でも恋がしたいボーカルミニアルバムダークアイリスミュージカルグラマーより、二部谷進化が歌うデイナボヨってマサリモでございます。自分で作った曲なのにちょっと噛んじゃったそうですね、はい、この曲はザクさんが10年前に書いた曲なんですね、はい、そうなんですよ。この曲はすごい曲で、もうね、あの知る人ぞ知るというか、もうファンの中ではすごい伝説的な一曲になってて、はい、そうすごいね、変な曲なの。変な曲、この二部谷進化っていうキャラクターが、うん、なんかこう二面性ってわかるかな、ちょっと二面性、表の自分と裏の自分みたいな。ああ、はいはいはい、みんなの前では人気者、うん、イエーイってやってるけど、影では、うん、裏ではちょっとなんかすごい中二病なところ、こういう、はい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 、こういう感じの、うんうん、なんかこうちょっと恥ずかしい一面みたいなのを持ってるキャラクターなんですけど、うんうんうん、その二面性っていうのを表現するために、あの1番と2番で行動を変えて、はい、1番は明るい曲なあ、でも2番はマイナーコードで全部作ってる、あでもメロディーが一緒っていうね。あそう、メロディーは一緒なんだけど、はい、1番が明るく聞こえて2番が暗く聞こえるようなコード進行に変えて、うん、すごいね、チャレンジングだけ、これすごい、そうなんかキャラクターの表現がなんかぴったりですよね。そうそうそう、なんか中キャラクタリスティカ持ってるキャラクターなので、そう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 、いやすごい、だからもうそれを見事に、あの表の進化ちゃんと裏の進化ちゃんでこの声優さんが歌い分けて、キャラクターをね使い分けて歌って、ですごいね、伝説的な一曲になった。あすごい、あ面白い曲ですよ、うんうんうん、はい、のなんかジュネビオのアニバーサリーイベントがあったそうですが、うんはい、どんな気持ちになりましたか。いや私の始まりの作品と言っても過言ではないので、やっぱりこうね、うん、ザックはこの曲でデビュー、うん、中二病でも恋がしたいのオープニングテーマでデビューしてるから、やっぱりすごく思い入れがあって、そのイベントをやったんだけど、もう満席なの、お客さんたちがさ、はいはい、いっぱい来てくれて、で10年前の作品でお客さんたちがそんなに入るってすごく愛されてきたんだなと思って、すっごい嬉しい気持ちになった。でも本当にジュニビアって素敵な作品ですよ、うん、タイでもとっても人気です、ね、あそうなんだ、嬉しいね。みーちゃんも見てた、タイ、私見ました、あそうかそうか、シンカちゃんってあの髪長いの、そうそう森様って言われてるいや可愛かったですね。そうですね、うん、はい、それではたくさんから曲紹介お願いします。はい、はい、それでは聞いてください。二部谷進化でデイナバヨってマサリモ。ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介したいと思います。
ラジオネームヨバスイさんからいただきました。いつもありがとうございます、ザックさん、マイダリンさん、こんばんは。こんばんは。先日映画を見ていたら、主人公が好きな言葉はと自己紹介するシーンがあったんですが、それを聞いて僕の好きな言葉ってなんだと思いました。就活の時とかは考えていたような気もしますが、今の自分は特にそんな言葉もないような気がします。そこでお二人の好きな言葉を聞いてみたいです。それでは配信楽しみにしています、ということなんですけれども、好きな言葉ってすごいざっくりしてるけど、なんだろうね、言葉としてある言葉。私日本語の言葉だなら、すごい大丈夫っていう言葉が好き。あー、いいね、確かに。そう、発音的にはなんか結構可愛いなと思ってる。大丈夫、大丈夫、ぶって可愛いなそうなんだ、はい、まいちゃん的にはぶが可愛いなでも大丈夫って魔法の言葉だよね。そうですね、確かに確かに。時々失敗しちゃった時とか、自分に、あ、大丈夫大丈夫と言ったら元気になれる、今度もっと頑張ろうみたいな感じになりましたので。素晴らしい、いい言葉だなと思います。いい言葉だね。なんかすごいいい話を聞けた私。いや、ザックさん何か特別な好きな言葉がありますか？いや全然ないんだよね別に確かに昔はね、なんかそういう言葉とかを大事にとかあったけど、座右の銘とかっつって、なんかこう、人生のテーマ、自分のテーマみたいなのはあるけど、言葉って響きとかってなると何があるかな。Take it easy かな。あ、Take it easy よ。Easy fight とかなんか好きだね。楽勝とか、なんかそういうなんかかっこいいの好きかな。へえ、なるほど。もうあれだね。いいね。大丈夫って言葉は私も好きだよ。お、やった。私もですっていうことにさせてください。いっぱい大丈夫話しましょう。はい、続いてもう一通読ませていただきたいと思います、はい、ラジオネームゆうさんからいただきました。ミックストークスいつも楽しませてもらってますが、最終回というツイートを見て驚いたのと同時に寂しくなりました。でもお二人の仲が終わるわけではないですもんね。残りのミックストークスも楽しませてもらいます。それでは、話は変わりますが、ザクさん、ニーヤのイベントいかがでしたか。お、そうなんですよ。いかがでしたか。いや、めちゃめちゃ泣いた。うわ、私なんかイベントの内容があんまり分からなかったので、なんかどんなイベントでしたか。ニーヤオートマタってあるじゃん、はい、ニーヤオートマタが5周年なの。お、そう、今年で。だから5周年記念のファンイベントっていう感じで、はい、あのニーヤオートマタに出てきたキャラクターの声優さんたちがこう出てきて、あの朗読劇、リーディングドラマ。あー、はいはいはい、リーディングドラマでいいかな。はい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 、そう、リーディングドラマ、スクリプトを、そう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 、があって、朗読劇がその面白い朗読劇と、はい、真面目な朗読があって、あ、面白かったよ。で、あのニーヤレプリカントってやったんだよね、はいはい、やったんだ、やったんだ、はいはいはい、そう、そのニーヤのキャラクター、ニーヤの声優さんも来て、そのニーヤの妹のヨナの声優さんも来て、みんなであの朗読劇やって、はい、でコンサートが、コンサートもありましたか。うわ、もうだからもうゲームやっててる人なら絶対聞いたことのある曲とか、うんうん、あの日本のオリンピック、東京オリンピックでも流れたニーヤの曲とかが歌、はいはい、生歌で、ご本人の歌で、 あのエミー・エヴァンさんもいらっしゃったんですよ。生エミー・エヴァンさんがいらっしゃってで生演奏、ストリングスとか、うんうん、もうあのチェロとかも弦楽器も入って、はいはい、バンドもフルで入って、すごい豪華なイベントで、絶対行きたかった。ペンライトってあるじゃん。あ、ペンライトの頭がエミールだった、はい、あ、かわいい。そう、かわいい、そうそう、かわいらしい、かわいいイベントでした。かわいらしい。いや、本当にニーヤね、まだやったことないよって方は絶対にやってもらいたいゲームです。うわ、いや、すごいですね。いや、私その時に、うん、あの福岡での仕事があったんだけど、ね、うん、でも仕事の、あの仕事もとても楽しかった、うん、だけど、なあのニーヤのコンサートを見つけた時に、なんか衝動、福岡の仕事のことを知ってたの間だから、ね、うん、なんかはぁーってなりました。どっちでも行きたいみたいな感じ。そうだよね。私も急遽予定が空いて、うん、はい、もうあの翌日が、うん、次の日がライブだったんだけど、はい、前の日に取ったチケット。お、取れた取れた、ギリギリ。よかったですね。また今度会ったら一緒に行こうね。はい、お願いします。
はい、では続いてのお便りを読ませていただきます。ラジオネームレンダさんからいただきました。ザックさん、マイさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。最近スタバの福袋の抽選結果が出てツイッターが盛り上がっていました。僕は毎年マクドナルドの福袋を狙ってるんですが、ところでマイさん、福袋ってご存知ですか？福袋ってランダムボックスっていうことですか？あ、そうランダムボックス、確かにランダムボックスという、はいはいはい、うん、あった？あるんですか？タイはあまりなかったけど、うん、でもなんか去年くらいなんかどんどん流行ってました、うんうん、去年流行ってるんですね。へー、そうなんだ、はい、日本は結構ありますか？福袋文化はね、めっちゃあるかもしれない。ザックさんは福袋買ったことありますか？ということもあるんです、なんですけど、うん、めっちゃ買う私。あ、どこからの福袋が？私ね、洋服、あ、服が多い。なんか1万円で、はい、めっちゃ大きい福袋にめちゃくちゃ服入ってるのよ。それ楽しそうですね。そう、楽しい。何が出てくるか分かんないんだけど、はい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 、でもなんか結構いいのが入ってるから、それはサイズとかどうしましょう？結構フリーサイズのゆるっとした服が多い。誰でも着れるように、なんかそういうゆるっとした服とかが多いけど、それ私もやってみたいな。いや、全然いいよ。いい服いっぱいある。それはどこの店もあるっていうことですか？ある店とない店ともちろんあって、うん、そうだね、なんかデパートとかに入ってるなんかお店、アパレルブランド、はい、とかだったら福袋ありますみたいな風に書いてるところ、もう予約しないと、あ、予約しないといけないんだ。いけなかったりする、うん、もう最近はそういうのだね。スタバもね、はい、あの予約制だったもんね、確かね。そうですね、なんか人気だもんね、うん、そっか。マクドナルドの福袋を狙ってるらしいんですけど、何か入ってるんだろう。商品券とかかな。そっかな。ポテトとかかな。嫌じゃない、ポテト入って。確かに。ハッピーミール あのおもちゃとか。ああ、いいね。あ、そういうことなのかな。かもしれない、わかんないですけど。タイの福袋は何があるの？タイは、例えばオンラインで、うんうんうん、オンラインの店で、うんうんうん、なんかこれが1万の福袋なら、うん、何でも入ってる、何のタイプ。おーおーおー、あ、じゃあ日本と一緒かもね、はい、そうそうそう。洋服屋さんとかばっかり？あ、洋服屋、そうですね、服の屋さんとかあんまり見たことない、うんうん、服はないんだ。え、じゃあ何が、どんなお店が福袋やってんの？あの、全部、何でも売ってるの。何でも、そうそうそう。やばいね、どういうこと？ショッピー、日本トマトとか入ってたりするの？トマト、あ、トマトまではいかないですけど。でもお菓子とか、お菓子とか、うん、時々お菓子、うん、あの友達が、うん、あの買ったの福袋は、うん、例えばあのお菓子入ってる、リモートコントロール入ってる、なんかすごいランドのやつ。何のリモコン入ってるの？怪しすぎる。ちっちゃいのいつ入ってるとか、なんかすごい、うん、これがありがたいですけど、でもいらなくてのやばいっていうものが多いですね。リモコンはすごいびっくりな文化ですね。なのでインフルエンサーさん、うん、なんか YouTuber さんよくこれを買って、はいはいはい、なんかレビュー、うんうん、へぇー、コンテンツが多いですね。面白いだから、なんかすごい関係ないものが入っている。ブラックボックスすぎるでしょ。こういう感じですね。へぇー、面白い、はい、面白いところで、はい、はい、ここまでですね、メッセージをくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。光の向こう側へ Can I be happy? 全て受け、21日リリースのまいちゃんのファーストアルバムより、先行配信中の新曲 Make Me Feel Better を聴きながらのエンディングです。それではここでザクからお知らせです。ザクは、初のベストアルバムザックポッドが絶賛発売中でございます。通常版には全29曲を収録しております。初回限定版には厳選したセルフカバー楽曲8曲収録されておりますので、こちらも聴いてみてください。というすんごい早口で言っちゃったけど、続いてまいちゃんどうぞ。はい、私のファーストアルバム My Journey が、12月21日に発売します。 My Journey と Brand New World とマイエブルーションは先行配信中です。さらにマイダリンが主題歌を担当する劇場版転生したらスライムだった件グレンの絆編が公開中です。主題歌の Make Me Feel Better も配信中なので、皆さん劇場版転生と一緒にチェックしてください。そして、アルバム発売を記念して5ヶ月連続リリースイベントを開催中。
最後は12月19日に秋葉原のゲーマーズさんにて開催します。今まではあのランティスの先輩たちと一緒にライブとトークをしてきたんですが、今回の12月はマイデリンだけでミニライブをお届けしたいと思います。皆さんぜひあのフリー入場なので遊びに来てください。詳しくはマイデリンの公式ホームページやツイッターなどチェックしてください。お願いします。いや忙しいね、まいちゃんはいっぱいいっぱいアルバムも出るし、ね、グレーの絆編も映画も今ねいろいろ ね回ってるもんね。そうですね、いや忙しいで体には気をつけてください。頑張ります。はい、そして番組からのお知らせです。12月26日の最終回に向けた私たちへの質問やメッセージは番組ホームページやツイッターでご案内するメールフォームから送ってください。さてさて37回目のミクストークスでしたけれども、最後にまいちゃんが今日知ったことを一つ教えてください。そうですね、うん、日本人はメロディエンって、うん、現場ハーモニカって言ってると、あのちょっと惜しい、鍵盤ハーモニカ、鍵盤鍵盤ハーモニカってすごいなんか堅苦しい、鍵盤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 ハーモニカっていう言葉が知りました。私も鍵盤ハーモニカのことをメロディオンっていうのを初めて知りました。タイだけかもしれないのかな、いやわかんない、でも英語っぽいメロディオン多分あると思う、はい、私が知らなかったでしたメロディエンです、鍵盤ハーモニカ、はい。それではまた来週ミックストークスで待っています。お相手はザクとマイテリンでした。では今日もタイ語でお別れしましょう。せーの、ラウツァーからな。光の向こう光の向こう